はい、皆さんこんにちは、半蔵です。YouTube のレッスンいかがでしたでしょうか。今日は練馬区小竹向原のカラオケ喫茶響きに登場してまいりました、ね。この響きさんはですね、もう昔からの長い付き合いで、今のママのお母さんの頃からのお付き合いで、本当に、十数年という歴史がありますね。数々のライブ、いろんなドラマがここで生まれました。今日はですね、僕は4年前の夏、定築レコードの近藤ディレクターにここに来ていただいて、初めてライブを見ていただいたというきっかけの出会いの場所でございますので、今日は、近藤ディレクターにも来ていただきました。そして、僕の、まあ、歌手生活の半分ぐらいはね、見てたということで、ここのママさん、やいこママにも来ていただきましたので、スペシャルゲストトーク、これから始まります。最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。では、改めてご紹介しましょう。カラオケ喫茶響きのママ八重子さんです。はい、どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。そして定築レコードディレクター近藤さんです。よろしくお願いします。ディレクター、もう皆さん、この YouTube の見てくれたかな、レッスン見て見てくれたの、かなりの反響が来まして、思ったよりディレクターって優しいんですねと。俺本当はどう思われてたんだ。優しそう。さあ、こういう形でイヤイちゃんにはね、はい、登場して初登場、僕の YouTube。 そうですね、毎回いたら怖いじゃないですか。今そのトリジャブライフのコンテストをやってますので、はい、あ、そうですね、はい、半蔵ソングコンテスト2021年のお知らせでございますが、 CD とかそういう音源をいただいて、明日、今まだ募集中で、3月いっぱいまでね。これは大事なのですね、新曲を含むこれまで半蔵が定築レコードで発表した全作品、デュエット曲を含むということでございます。なので、僕が提供した曲ね、お弟子さんとか他の人にに書いた曲はダメなんですね。あ、なるほど。この大会には応募資格はないわけです。問い合わせがあって、提供曲はダメなんですか。いや、提供曲もいいんですけども、コメントしますよと、アドバイスがコメントはしますので、それも送っていただいて結構ですということです、ね。それはまた別の話でね。そう、別の話で、ね、コンテストではなくて、寸評をつけてくれるそうです。そうです、はい。でね、審査結果は5月中旬から郵送にてご返信いたします。で、参加料は3,000円、 CD ご購入者のみ特別応募価格、一次音源審査料、これがですね、CD に同封の楽譜下の三角分を切り取りご応募ください、ね。とりあえずはこれ、ここの下のこんなちっちゃいの、こんなちっちゃいの、ね、これチョコボールのなんか当たり券みたいにちっちゃいんですけど、応募券がないと参加料が5,000円になりますけど、この CD とそれから3,000円で1曲応募できます。お一人何曲でも応募できますのでね、例えば10曲応募した人は10枚買うということです。5,000円払うんだったら CD もう1枚購入して三角部分で応募した方がいいと思うんで、コンテストぜひよろしくお願いします。はい、はい、さあこれからはですね、こちらお二人に、はい、私半蔵に質問コーナーということで何を質問されるか、ドキドキ、ね、でございますけども、そうです、ね、まあ、この際なんで何でも答えてみたいと思いますので。何でも答える、うん、答えるよ。答えられないことなんかないもん。あ、本当、うん、じゃあその前に一応カラオケステージ響きのお話をさせてもらってもいいですか。はい、どうぞ。池袋からわずか15分の小竹向原駅にありますカラオケステージ響きです。よろしくお願いします。まあ、今ちょっとコロナの最中なんでね、いろいろ営業時間にもこう変更があったりするんで、お問い合わせの上お越しください。よろしくお願いいたします。はい、で質問いきましょうか、うん、ね。まあ、半蔵さんの歌って本当になんか、まあ、いろんな歌があるじゃないですか、たくさんで、てっぺんとか心花とか人生なんてね、はい、とか、まあ、いろいろあるんですけれども、うちでもスサノオもあるしね、うん、あまりにも歌が違いすぎるんで、うん、分けているのか、それとも他に書いてる方が4人ぐらいいるのか。まあ、はっきり言いますと、全て僕ですわ。
自分が作った前作はどんなんだったかなっていうのは必ず頭に入れて、それで、あとはそのいわゆるギャンブル、自分の中で賭け事みたいな気持ちがどっかにあって、この角度で作っていこうと思って、じゃあ全部ご自身で作ってはいるんですよね。あの降って湧いて降りてくるような曲もいっぱいあるんだけども、あのちょっと思考を変えるぞとか、じゃあまあかなり器用な思考回路、どういう思考を変えるまずはあの男歌か女歌か、あ確かに、あとテンポがあるとかないとか、あじゃあもう自由自在に思考回路を操って、まあ、自分でコントロールして作って、これは流行るぞっていう確信とかってある？ああそれはね、僕のポリシーが一つだけはあって、自分で歌っててつまらない曲は出したくない。作る時はさ、どうやって作ってるの？こうやってこう、まあ、ピアノあるじゃないですか、ピアノで作るの？まずピアノが今多いですね、あのギターで歌うかピアノで歌うかによって曲がこんなに変わりますんで、でピアノのこういう音が入ってるのとか、あとはストリングスってね、見てる方、あのこういうオーケストラみたいな、ふーんっていうの、たくさんの弦楽器や、あの音をこう弾きながらこう作ったり、つまり音色が一つだと限られてきちゃうんで、音色を変えたりとか、あとはリズムマシンをポンと押して、なんかあラテンだなとかルンバだなとかボサノバだなとか、それはなんかそろそろ作ろうかなとか思ったり、それから突然出来上がったりとか、突然できる時っていうのは大体自転車乗ってる時とかで、自転車そういうこと聞きたいんだけど、そういう時はさ鼻歌で作っちゃうんだ。鼻歌で作って、ね、こういうのを使う時にはさメロディーを弾いてメロディーを作っちゃうわけ先に。あ僕の場合は詞、とメロディーを同時に出します。ということは自分の鼻歌みたいなので、まず半変半変って歌ってみるってこと？そうですね。今なんかおりました？今なんか作れるよ。やってもらいましょう。なんか作りましょうか。はい、じゃあ、あの響きって歌。ああいいね。この店に来たら ママの アップテンポな感じではなくてね、でもなんか泣きそう、感動しました、ずっときました。これ歌にしましょう。じゃあいいですか？トリジョブライフもこうやって作ったの？トリジョブライフは、あれはですね、自宅で、まあ、こ横になってて、なんか降りてきそう降りてきそうと思って、降りてきそうだなと思って、今日はなんか来るなと思ってテレビつけた、そしたら、テレビのニュースで、あの横浜港のダイヤモンドプリンセス号、ああいう時期ね、あの時期ですよ。あれね、特番をやってたんですよ。そしたらある奥様、年を取った奥様に、あのご自宅でインタビューされてて、奥様がで、お仏壇にこの遺灰っていうんですか、ご主人亡くなった。でそれはご主人がコロナにプリンセス号でかかって、それでご主人はいわゆる病院に運ばれて隔離されて、で、2週間ぐらいにもう亡くなってるんですよ。それで奥様は最後こういう病院のガラス越しで、亡くなったご主人見てたら、その看護師さんが気を利かせてぐーっと近くまで持ってきて、亡くなったご主人の手をこうつけてくれたんですって。で奥さんもここで手をつけて最後だったと。これが全部トゥレイオブライフの骨格になりましたね。あ、これだと。そういうのが。あ、それで、楽器に向かって鼻歌っていうか歌ってみて、それで作ったわけ。そうです。で、それで、君はあの夜電話で泣いたっていうのは、僕があの癌になった頃もちょっと思い出したんですよ。あ、俺絶がんのやつね。絶がんになって、で母親とか、あの近い人には電話をしたんですよ、ただ僕は電話では泣かないかったんですけど、それが君はあの夜電話で泣いたって、
でどうして自分がこんなことになったんだろうって運命を選んだっていうのが、まあ、詩が出てきて、それが、まあ、きっかけですから、本当にこのコロナ禍の中でのヒット曲これ本当にっていうことになったんで、まあやっぱ皆さんそれぞれのこう思いとリンクする部分があって、皆さんにやっぱり歌われる曲になったんだなとは思いますよね。じゃあ、はい、アップテンポの曲作るときはどうやってるの？アップテンポの曲はですね、やっぱりギターですね。あ、やっぱりギター、ギターを、あの打楽器のように、あのそれが聴きたくてはすごく覚えてるんです。それが聴きたくてはキャンキャレッ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 って、これなんですよ。チャレンチャレッテ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 、ダンスダンスダンスって、これがあって、あとシェーカーがあったんで、チキ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 チ、それでデモテープを作って提出したと思うんですよ。だから最初シェーカーが入ってたと思うんですよ。チキ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 、なんでなんでっていうやつ、なんでなんで、そうそうそう、だから一番最初にチュン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 っていうのが入ってるんですけど、あれデモテープの本当にギターのカッティング、チキ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 とか、それが入ってましたね。あとは違う作り方するときってないの？なんかそうですね、違う作り方はやっぱりアカペラですかね。アカペラで、まあ、僕はお酒飲むので、夜8時以降は、8時から男なんですけど、8時になるとお酒がクッと欲しくなるんですね。でお酒飲んでビール 500ml 缶を1本飲み終わったぐらいに、なんかこう気持ちよくなってきて、あのアカペラで何も考え、ノープランでスマホをの録音ボタン、普通の人たちだったら、あ、いいのが出てたら歌ってみてから、あ、忘れないように撮っとこうですけど、僕はもう絶対来るなと思って録音して、あらたならたららとか、こんな感じで撮って、で一発勝負、一発勝負で、ああなるほど、最後まで全部何が何か分かんないの、で言葉もあの辻褄が合ってない方がいい、実は合わない、もう私なのか僕なのか、出だしも全部ノープランで、ああ確かに、なるほど、ノープランでこう、それで出てきたのが何か辻褄合っちゃったりとかして、そういう作品が結構アルバムにもあります。なるほどね。でもやっぱりバラード曲の方が好きですかね。好き、バラード多いですね。なんかしゃべっといたらさ、バラードばっかり持ってくるの、なんか暗い、よく言ってたね軽い曲作ってよって、俺はもっとさ、どう思います、ディレクターは。半蔵にはもっとね、幅広い、なんていうの、可能性っていうか、あれを、なんていうの、チャレンジしてほしいのね。バラードはいいなっていうのはもう分かってるから、それ以外にね、いろんなさっきのそのアップテンポのものとかさ、そういったものももっとできるでしょ、だってどんどんやった方がいいんじゃないかなと思うの。で一応ディレクターの方はもう人生3部作で1回ね、そのバラード系は、あの1回ここで終わって、そっから確かに、次なる半蔵をっていうふうに言っていただいて、新たなね、新たな半蔵、今年は新たな、なんか新しいことね、ちょっと考えてみたいな、そういうのがね、人生なんてでもそうだし、人生のバンカもそうだったし、トレジャーブライフもそうだったけど、これあれを超えるバラード作るのはなかなか難しいと思う、確かに、でそれを、あのなんていうの、もっといいもの作んなきゃっていう欲がね、邪魔なんだよ、そういう欲はね、いらないの、歌作るときに、それとか歌うときもそうだけど、自分の欲っていうものがそれちょっとでも出てくると、なんていうの、人ってね、自分をコピーしだすんですよ、それあんまり良くないの、で一旦全部忘れて、あの自分のよく言うんだけど、あのある程度まで来た人っていうのに関しては、自分の歌心さえさ、いっぺんドブに捨てた方がいいんだよ、もう拾えないように、いろはのいいを始めるわけ、それが本当の実力になるわけ。へえ、どうしたらいいんでしょうね、ドブに捨てます。いや僕ね、結局定築さんと一緒に仕事をするきっかけは、もう自分をやっぱりもうリセットしたかったっていうのはあって、もう人生なんてねができた時点で、もうこれ以上にこれ以上のことは自分一人じゃできないなと、誰かのディレクションを受けたいというのがあったんで、それでまああの
こういう感じに。これ以上どうするの、これ以上、これ以上どうすんだろうって思うよね。ね、これ以上どうすんの、だからさっき言ったような、本当自分のできてることを道具に捨てて、もう拾えなくして、そっから新しい、うん、じゃあ今年はなんかちょっと新しい半蔵さんを見ることができる可能性高いじゃないですか。高くなってきましたね、うん、だって本当に自分でさ、あの届くなんていうの、高さみたいなの、うん、みんな決めちゃいがちじゃない、決めちゃったらあのそれ以上は絶対飛べないわけじゃん、あでもいっぺん一日終わって寝るじゃん、で次の日生まれ変わったと思ったら今度どこまで飛べるかって分かんないわけじゃん、あ確かに、ねね、そういう気持ちで物事に対してチャレンジしてくれたら、あのなんていうの、1ミリずつでもいいから進化するのよ、はい、それが大事で、うん、自分の進化っていうのを止めちゃいけないと思うのね、こういう芸術事をやってる方に関して言えば、アスリートも全く同じだけど、うん、僕はね、あのアーティストとか芸術っていうものに携わる人っていうのは結局はね、俺フィジカルの勝負だと思ってるんだよ。フィジカル、うん、筋肉です。へえ、あのどんだけ柔らかい筋肉を持ってるかっていうことですよ。うん、喉もそうだし、うん、頭もそうだし、全てをフィジカルの、が新鮮で、あの生き生きしてるかっていうことだと思うの、うん、なので、だん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 年を取っていくと、うんうんうん、自分のカラーってできてくるじゃん、うんうん、でもそのカラーに縛られちゃって、あの新しい進化っていうのは止まるんだよね。でも考えてみたら、あの人なんて、あの四つん這いで歩いてるとこからだん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 起き上がってきてこう、うん、そこまでの進化はすごいですよね。してきたわけじゃない、うん、そうですそうです。ではっきり言うと、あのアスリートもそうだし芸術の人もそうだけど、僕今の若い人たちの才能っていうのは素晴らしいなと思うわけよ。うん、でどん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 やっぱり進化してるから、で半蔵の世代とかもうそこそこキャリアのある人っていうのが、あのここの高さまで来た景色っていうので下を見ちゃいけないわけ絶対、うんうんうん、あのそれよりも自分が上を見てまだ登るぞっていうさ、うん、気持ちを持っとかないとやっててもやっぱりつまんないと思う、うん、彼にはそういうことをよく言うんだけど、八重ちゃんからすると確かに、うん、半蔵が次歌うんだったら、うん、こんな曲歌ってほしいっていうのはないの？ロックでしょうね。ロックか。いや別にロックが好きなわけじゃないんですけど、うん、歌ったらどうなるのかなっていうのはありますね。もっといろんなジャンルにチャレンジしてって、どのジャンルでもいけるよっていう半蔵さんが出来上がったら、うん、面白いんじゃないかなって思いますね。具体的に曲としては、うん、だ例えば誰のこういう曲とか。え、だって安全地帯が好きなんでしょ。好き。だからそれをまず捨ててくれないと、なんかね、うん、どうなんでしょうね。どんな感じのって言われても、もう誰のコピーでもないような、誰のモノマネでもないような、もう半蔵さんにしかできないロックっていうのをこの世の中に出してってほしいと思いますね。そしたらやっぱ紅白に繋がると思いますよ。いいお話だね。本当ですか、ありがとうございます。トントンチェンジ。